ベラ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 チュッチュッて。はい、ドロリンちゃん遅かったんだよ、姉ちゃん帰ってきたのって。姉ちゃんどこ行ってたのって。食べてきたの、ゲームセンターに。ゲームセンター行ってたのって。夏休みゲームセンターって。僕どっち行ってきたよって。うん、楽しかった。うん、今日空いてたもんな、まこな。うん、行き過ぎだから、うん、でも、ね、日曜日だからね、混んでるけどね。日曜日の割には空いてたよね、まこな。今ご飯食べたんだよ。そうちゃんのご飯も、そうちゃんの散歩終わってたから。すごいね、長くいなかったから。あっくお腹出してる。なんですか、お姉さんは。あっくぎゅーってでもすごいわ、マーク甘えちゃって。ぎゅーがいいんじゃない。暴れまくる。大丈夫だよ、落ち着いてよって。ねえねえしよ、まだ遊びたいの。丸まっちゃった。丸まっちゃった。体が柔らかいね、マック。小さくなってきちゃった。マック体柔らかくなっちゃった。うん、どう体なってんの。ねえ、レフなってんのかね。こうか、うん、こうやって曲がってるのが、かっこくにかかるので、剥がなくなると、危ない危ない。ああ、もう、すごいね、もう。どうしましょうですね。マックの体柔らかいわね。どうしましょうですね、これ、マックちゃんね。マックちゃん、どうしましょう。体痛くないの？ね。マック、どうしたの？やった？待ったって。終わんないの？本当サイズ。あ、乗っかった。ああ。あ、乗っかった。あ、乗っかった。ねえ。痛い痛い痛い。寂しかったぞって。すごいね。飽きずにずっとやってんだね。君は終わんないよ。なんか声かけた。パパ。ちょっと待ったって。君ちゃんマック来たよ。やんないの？お、なんだ、どうしたのその、何それ、どうしたのそれ、何それ、スミス、かっこいいじゃん、スミス、うん、いいよ、スミス、パンツ見えてるよ、見えてないよ、見えてるよ、スミス、うん、持って帰る、ここ、おう、ちょっとしてみれよ、スミス、ねえ、これ、うん、スミスしてみれよ、聞いて、ここに見えてるよ、緑色、おう、スミスって、緑色、イカス？シビキちょっとこっち見てみなよ、スミス。おう、スミス。これパパが買ったやつ。マトリックスですか？パパが買ったやつだよ。パパのなんだけど。うん。ジジもいっぱい持ってるよ。俺使ってるよ。ジジもいっぱい持ってるよ。うん。で、やら、この帽子も。それ持ってくのやってまでに。これね、俺かっこいい帽子なんだけど。あれ？けど別に、うん、サングラス。サングラス。ジジ見てて、この帽子。違います、これくるっと回すんです、うん、お前持ちはこうなんだよ、うん、戦ってきてます、うん、イカス B マトリックス、はい、なんだ、何格好つけてんだよ、お前よって。痛い、さっきの足打ちたい。格好つけてる、今日はね、一日車整備の日でね、いろいろ頑張りましたね。あれこれと頑張りました。洗車したし、まあ何やったらオイル交換したりとか。あ、でもね、やればやるほどね、なんかいろいろ見つかるんで嫌になっちゃうね。もうね、長く乗ってるんでね、もうガタきますよね。まったくいい車に買い替えたいよね。うん、うまくいかないもんだ。宝くじでも当たればねえと思うよね。またどっか行かないとね。ということで、整備頑張ってます。
車からねお届けしてますね。一応ねここね千葉なんですけどね、ディズニーランドのちょっと先で駐車場なんですけどね、今日はね車の整備しに来ました。いろいろね点検しなきゃいけないところがあるけど、何せね、この車もそれほど長くはないんだけど、まあ7メーターとかあるのかな。だいぶね運転がねうまくない。もう最近はもう全然、とにかくバックがダメ。やっぱりね年だね。昔はもっと長いの乗ってたんだけどね、それも何でもなく乗れたけど、やっぱりね年齢とともにね運転とかうまくなくなってくるね。ダメですわ。でね私の場合なんかね、もう子供ともこれは結構行ったけど、今孫と行くでしょ。だから最低限のことねやっとかなきゃいけないからね。今のねちっちゃい子っていうのはそんなキャンプがどうのこうのとかね、そんなことできないからね、なかなかね。だからある程度のものがないとダメ、ね、近代的なもんないとダメだしね、暑い寒いとかね結構やっとかなきゃダメだよね。今年はね旅はね、まあもちろん祭りと海とあとカブトムシかな、カブトムシとあと滑り台、そんな目標じゃないかな。滑り台とかね結構東北の方とか面白いのあるからね行くんですよね。結構面白いのあるよ滑り台、急激な90度近くのとかね、あと長いのとかたくさんあるんで。あとはねピーちゃん亡くなっちゃったからね、有機のカモでねこう仕事してるようなところが見れればいいかな。それはちょっと無理かなと思うけどね、田んぼアートなんかも見たいなと思ってるね。今年は久しぶりに震災の方をね、回っていこうかなと思ってる。ずっとね行ってないね。震災起こってから何年かとかね、その時とかねびっしり行ってて、その後もね、まあ、実際問題はねほとんどねまだ復興は難しいよね。あんだけのねあれだったから、あの津波だったからね、大変ですね。ぐるっと回っていろんな皆さんとねお会いしたりとか、そういう時間が取れればいいなと思ってます。予定は決まってないけど、一段落したらね出て、で終わりがあまり見えないね。終わり見えないから、水がなくなったとかグレータンクがいっぱいになったとかで、まあ排出できないとか言ったら戻るとかよくなと思って、まあ、スタンドでねいろいろ捨てさせてくれる、水もらったりとかねできるんですけどね。あと動画の方もね、なんでのノートパソコン持ってってモバイルルーター一応何ギガ900ギガぐらい使えるやつを借りてきた。300ギガでもよかったけど、まあ300も900もきっと同じだと思うんだけどね、そんなに使えるわけないから。一応ね、いや900ギガ用を、まあ8月に入ってから借りるからすぐ何度もいっぱいになるわけじゃないからね、使えるでしょ。カメラ持って、あと犬はね Mac を連れていくように考えてる。マックがね、去年ねあんな思いさせちゃったからね。そうちゃんはね、一緒に連れて行くことが喧嘩ばっかりしちゃったからね。そうちゃんねマック見るとね、すごいんですよね。イノシシみたいに突っ込んでくるドーンって。でマックビロンってひっくり返っちゃってね、でマック攻撃しないでそうちゃん攻撃するからね、マックいっぱい怪我しちゃうんだよねヒュッヒュッって避けるんだけど、マック上手いのにこう避けるけど、そうちゃんそれでもまた話してもまたうわーってね、なんかこうトムもね、あんだけね、仲良かったんだけどね、小さい頃はね、逆だったんですよ。マックはずっと構ってたの。それでイライラしちゃったのかもしれない。そうちゃんのんびりしたいから。マックは全然ね、調子ですから。散歩行ったってそう。だから、一緒にね、そうちゃんはずっと固まってるでしょ。マックはずっと走ってる。だから全然ね、うまくいかない。バランス持ってこうやってね、行くなんてことは、他の人がやってるようなことは全く無理。そうちゃん歩かないから。ね。散歩でもね結構皆さんにねお会いすることも多いと思うんですけど、そうちゃんの場合隅田川でねすごく声かけられるんで、だいたいその時もねブンチこうやって寝てるか立ってるかで歩いてることはまずないですねこれだ歩いてたな、たまたまちょこちょことねとことこ歩いてる人も、そうちゃんですかなんて声かけられたけどね、そんな調子ですね。まあね、なんとかね犬連れて行く旅、犬孫連れて行く旅もね、そうそうもうね長いことできるわけじゃないからね、やっていきたいなと思ってます。まあ以上ね、旅行く前にそんなことを考えてるこの頃で、うまくいけないけど安全運転第一でね行かないといけないね。
まあ今年もね行きたいと思います。でもね車の方が綺麗でね落ち着くよね。だから俺の部屋より全然広いしね、うん、助かる。もう今日でっかい車いっぱい止まってるけどね、もう昔はでっかい車持っててね、もっともっとでっかい車と思ってたけど、いやもうこの年になったらコンパクト、これがこれで良かったなとつくづく思う、うん、よくねあの国産にしたらどうですかとか言うじゃないですか。みんなですけどこの車ね、僕はこれ実はの紅白に出てる歌手の有名な歌手の方から譲り受けたんですけども、その方がこう実はこうスピーカーとか全部あって、あのなんていうの、あの控室みたいにして使ってたんですよね、あの営業行くホテルの営業とかに行くね。それをまあ譲り受けて乗ってて、その方もまあそんなに長く乗ってなかったから、その後僕がもう20年近く乗ってんのかな、うん、なんかそんなに乗れる、それでね平気で遠くとか一周できるというのはやっぱり外車の方が、考えてみると国産で20年とかね乗ってると、ここに止まってる車なんかも30年もなんかゾロにあってバンバン出かけてますよ。結構だからあれなんですよね、大事に乗ってるのは確かなんですけどね、あのもう古いヨタヨタの車でも皆さん頑張ってますよ、クラシックカーで。次買えないんだよね、うん、若干安いかな、ボートよりは。ボートのとか乗ってる人とか部品共有するんですよね、結構かなり あのものが部品共有するんですけど、ボートとボート屋さんから部品取ったりするんだけど、やっぱりボートやとかあのヨットやってる人とかはすごいお金かかってますよ、一緒になりますからね、うん、まあそんなことで、モーターホームのねからお送りしました。エアコンがねすごい効いてましたね、発電機自分で直しましたよ、ある程度、うん、キャブレターの詰まりですね、でキャブレターの直して分解までいかないけど CRC シュートかけてなんとか頑張りました。以上そんなところでね、私のね一人言でした。それではまたよろしくお願いいたします。失礼します。